はい、おはようございます。ワサヤメンタルクリニックの院長、増田祐介です。ですね、今日は腰痛いでした3月15日火曜日ですねの朝です。今日はですね、ちょっと病院が休診日でありまして、来てるって感じですね。スタッフのですね、人のちょっと諸事情というか、お子さんの卒業式みたいな感じで、多分これを言っていいと思うんですけど、それでちょっと受付の人もね、うち少ないですから、一人抜けちゃうと止まっちゃうって感じ。ギリギリ回せるかもしれないですけど、もうお休みにしたという、感じでございます。はい。で、朝が来るとですね、大体こんな感じで荒れてます。部屋はだからこの部屋の片付けからスタートなんですね。だから昨日の夜 YouTube 撮って、もうすぐ帰って、疲れたと思って帰って、で朝来てもう部屋の片付けして雑用してっていうところから始まりますね。診察がある日も大体同じで、朝片付けするところからスタートしてます。地味なもんですよね。はい。後ろに YouTube のやつがあって、でなんかね、コーヒー入れるためのポットがあって、あるのにまたコーヒーも買うっていう感じですね。いやー、でもなんか特に何にもないんですけど、昨日その高田の馬場にデブちゃんっていうラーメン屋さんあるんですね。でデブちゃんのラーメンめちゃくちゃうまいんですけど、そこの前にラーメン自販機があるんですよ。で、ラーメン自販機でラーメン買って、もう食べようと思ってラーメン買って、家帰って冷凍ラーメン茹でて、ご飯も一緒に食べましたね。はい。そんな感じです。もうで家の夕飯もあったんで夕飯も食べました。いやー、もうめっちゃ食べたなと思って。でもやっぱり結局ラーメンが一番世の中でうまいんじゃないかなと思いますね。ステーキ、寿司、カニ、エビ、エビラーメンはありますけど、なんか高級食材、コース料理とかなんかいろいろありますけど、でもラーメンが一番うまいと思いますね。やっぱりこう糖質と油と脂質、一緒か、脂質と油は糖質と塩分がガツンときて、やっぱうまみも複雑ですし、うまいですよね。でもあのラーメンの僕思うんですけど、やっぱチェーン店とかなんかその工場で作られたスープと個人店との違いって、やっぱり最後まで飽きずに食べれるかどうかだと思うんですよね。やっぱ工場で作られてるやつってなんかその味が単調というか、後半飽きてくるんですよね。でもやっぱ個人で作ってスープ取ってるところは、やっぱ後半も飽きずにこう、食べれるっていうのがなんか特徴なんですけど、あれはなんでなんですかね、よくわかんないですけど、もちろんね、味変したりとかね、できる要素があれば別に全然いいんですけどね、お店でも一覧とかでも、やっぱりこう雑味というか、なんでしょうね、癖みたいなもんですかね。だからやっぱチェーン店とか完璧を目指しすぎると癖がないんで、面白みに欠けるのかもしれないですね。でも個人店のラーメンってやっぱちょっとね、完璧ではないから、そこが魅力というか、飽きずに食べれるというか、ね、ここでなんかね、ラーメンと人間は一緒ですよみたいなつまんないことは言いませんから完璧の方がいいっちゃいいのかもしれないけど、相手って腰痛いからやめなきゃいけないんで、そんな感じです。足を組むと腰を痛めるらしいですよ。だから足組まない方がいいですよ、皆さん。あとなんだろうな、でも結局寿司とかステーキ、焼肉、コース料理とラーメン、どっちがうまいかの時に、やっぱりラーメンではないって思う人が多いと思うんですけど、これはやっぱりなぜかっていうと、値段のマジックですよね。一つは高いから美味しいと勘違いしすぎちゃうところってあると思うんですよね。でも
意外と違うんだよねっていうのは、まあでもお気づきの通りですね。でもあとはね、お酒の有無だと思いますね。お酒を飲むんであれば、お酒を飲みながら食べるってことを考えると、ラーメンはやっぱ向いてないですよね、うん、やっぱりお酒を飲みながら会話をして食べるっていう料理だと、あのラーメンって一瞬ですから、もうあのチビチビ食べるって感じにならないですよね。まあ町中華って形でビール飲みながらちょこっとメンマとかつまんで最後にラーメンって食うっていうのはあるかもしれないけど、でもそれだとやっぱりね合わないですよね。だからビール飲んだ後にラーメン食ってもあんまりうまくないというか、あの締めのラーメンって言ってね、酔っ払ってデロンデロンになったらあれですけど、うん、だからまああの普通のねお寿司とかあるんだろうなとか思いますけどね、うん、そうだね。だから酒に合うか合わないかで料理の格というか質って違い変わってきますよね、うん、っていうのは思いますけど、うん、まあ酒でもそのそうですね、お酒も飲まなくなってあれですけど、あのお酒が僕そのまあすごい好きだったんですけど、やっぱ高校生の時ぐらいからお酒は飲まないけれど、その漫画の味一問目とかレモンハートってやつとか読んでたんですよね。だからその酒場の人情話とか結構好きだったんで、そういうのも込みでお酒好きでしたけど、まあ今はね別になくてもいいというか感じもするし、時々ですね、夜こう誰かと喋りたいなと思う時めちゃくちゃあるんですよ。それはお酒飲みながら、まあ、お酒飲まなくてもいいんですけど、夜ね誰かと喋りたいなと思う時はあって、なんかこう思いますけどね。でも結局インターネットが今あるおかげで、それもなんかまあいいかなっていう、そういうお店とか行かなくてもYouTube とか通じていろんな人と会話できるわけだから、今だってねそういうことなんで、まあ別にいいのかなっていうふうに思ったり、あとお酒を飲んでいると気持ちがいいじゃないですか。だから体が気持ちよくなっていて気分も明るくなっているので、そういう時にこの誰かと一緒にいたりとか会話をすると仲良くなれるんですね。だから脳が錯覚するんですよね。あれなんか今気持ちいいぞ、でもこの人と一緒にいるってことはこの人のこと好きかもしれないとかね、あのなんていうのか、信頼できるかもしれないと思うんですよね。だからそういう意味でお酒を使ったコミュニケーションっていうのは有効だし、騙されやすいっていうのはありますけど、でもまあそうだよね、なんかこの話も何度もしてると思いますけど、やっぱり自分が20代の時とかは特にやっぱりこう自衛隊にもいたし、お酒っていうものがなければなんかこう乗り切れなかったような気もするし、仲良く人と仲良くすることも難しかったような気がしますね。まあ今と考えたらそのお酒なんかなくてもできるしできたと思うんですけど、まあなんかそういうふうに思いますね、うん、でもだから患者さんと喋ってて、まあでもだいぶ減りましたけどね、お酒がないととか言う人は、あのやっぱり私もやめたいと思ってますとか言う人、まあお酒あんまり好きじゃないですっていう人は本当に増えましたよね、だから僕ね、10年前僕が医者になった直後あとぐらいは本当にね、精神科とか問わずにやっぱお酒飲めないのは嫌ですとか、お酒飲めないでなら治療を受けませんって人たくさんいましたからね。今とかは別にじゃあ薬とか睡眠薬出すときに、あのお酒は控えてくださいねって言っても、あ、わかりましたとかね、お酒飲まないで大丈夫ですとか言う人ほんと増えましたね。なんか外来であんまり指導すること減りましたね、お酒のことを。それはもちろん僕の YouTube を見てきてる人がうちの外来来てる人が多いから、あのそういうね
人が多いのかもしれないけど、でも本当に減ったなと思いますね。いや、コロナをきっかけに変わりましたよね。だからコロナ前はやっぱりうちのクリニックも夜ね、最初は11時までやってましたね、夜。うちのクリニックって最初、開業当初は夕方の4時ぐらいから夜の11時までやるようなクリニックだったんですよ。めっちゃ変化球ですよね、なんか。なんかね、変だったんですよね、あの時。自分で言うのなんですけど。でも、僕が変というか、世の中全体がそうだったっていうのもありますね。で、ずっと混んでましたね。めちゃくちゃクリニック混んでて。本当に夜にしかクリニックに来れないというか、もう残業が当たり前、飲み会が当たり前。だから残業して、飲み会があって、でまた残業に戻ってとか、残業時間じゃないと抜けられないからっていうことでクリニックに来てた人たくさんいましたね。逆に今なんか全然本当患者さん減っちゃって、すごい混んでるなと思っても8時前にはもうピタッとあの足がね、あの患者さんの足が止まっちゃうっていうか、人いなくなりますから、本当にこう不思議だなと思いますね。だからお酒を飲むような年齢の方、お酒を飲んでいた人たちが年齢が上がってってだんだん飲まなくなっていって、そして若い人は飲まなくなってきたんで、なんかこういう、なんか本当にこう仕事帰りはみんなでお酒を飲みに行くっていう、なんか昭和のサラリーマンスタイルっていうのが、まあ、なくなっていくんだろうな、なくなっただろうなというふうに思いますね。だからね、僕もレスリング部だったんですけど、練習終わりにあのご飯食べに行くとかね、休みの日とかね、そしたらね、お酒一緒に飲むとか、あの宴会とかはね、まあ年に何回かやってましたからね。医者になってからもね、仕事終わったら飲みに行くとか、外科とか本当にそんな感じですからね。でももうなくなりましたよね。まあ外科の先生はやってるのかもしれないですけど、本当になんかなーと変化。いやでも昨日じゃないんですけど、1週間前かな、ファーストテイクで、YouTube のファーストテイクで奥田民生さんが歌ってたんですよね。さすらいかな、さすらいを歌ってたんですけど、声が出てなくてビビりましたね。いやーで、ほんとビビりましたね。ちょっとね、あんまりこう言うと失礼ですけど、まあ言っちゃいますけど、やっぱ年齢なんでしょうね。で、YouTube だとそのね、古いというか昔のその映像とかも残ってて、昨日奥田民生さんの一人また旅、一人でアコギを使って歌う、いろんな曲を歌うっていうツアーを昔やってたのが YouTube に上がってたんで、公式チャンネルでも上がってますよ。それ聞いてたんですけど、やっぱ声出てるんですね、すごい出てるんだけれど今のファーストテイクの民生さんは出てないっていう感じで、なんかこう感慨深いというか、ファーストテイク面白いですよね。いや結構見てて、あのグレーもこの間出てた時に、あのグレーのテルもあの歌ってましたね。ウィンターアゲインかな、忘れちゃいましたけど、名前違うかもしれないですけど、あの声がテルは思いっきり頑張って出してましたね。あとね、面白かったのは布袋さんね。布袋さんが、まあバンビーナをこの赤いジャケットを着て歌って、ギター弾いて歌ノリノリ歌ってて、いやなんかあの面白かったですね。なんかいやいいなと思って、あのかっこいいなと思いましたね。本当に真っ赤というか、年を取るとやっぱ赤が似合いますよね。民生さんも赤いシャツ着てましたしね真っ赤だね思いますけど、いやそうだね、なんか見ちゃいますね。いや今年のアメリカのなんだっけ、フットボール、アメリカンフットボールあるじゃないですか。アメリカンフットボールのハーフタイムショーとかもやっぱ
すごいですよね、見てて。今年っていうか去年かな、わかんないですけど、今年のやつはドクター・ドレイとスヌープ・ドッグとエミネムが出てて、あの他にもいろいろ出てました、出てますけど、まあドクター・ドレイの、仲間ですよね、仲間で、で僕も高校生の時聞いてたから、うわーと思って見てましたね。うん、なんか嬉しいですよね、嬉しいというか、なんかうん、面白い、なんか思う、だから自分が高校生の時に聞いてた、もう20年近く前、20年前の人たちが、やっぱり YouTube だといろいろ見れるんで、今でもずっと同じようなテンションで見れるから楽しいですよね。まあだから一緒に年を取っていくっていうことが、テレビとかエンタメが使い捨てとかじゃなくて、一緒に年を取っていけるっていうのが、まあ、あの今のこうメディアの面白さというか良さだなとか、あの思いますね。だからまあコメントとかを見てると、あのね、 YouTube やめないでくださいとかね、まだ初めて2年しか経ってないですけどって言ってくれる人たくさんいらっしゃるので、まあ僕もですね、あの人気がなくなっても細々と続けたいなとは思いますね。年を取っていくところも含めてこう、あの頑張れたらなと思いますけどね。いやでも20年とか30年やるってすごいなと思いますよ、本当に。うん、で声が出なくなっても歌うっていうのはすごいすごいなと思いますね、本当。なんかこうそのストーリーも含めて感じるから、なんか曲そのものっていうよりはそういういろんなこう背景も含めて聴いちゃうんで、とても感動しますよね。うん、だからあのよく思いますけど、結局そのコンテンツって中身じゃないんですよね。中身じゃなくてその演出というか、まあその人の人格なんですよね。だから僕の YouTube ってそのコンテンツの中身そのものにはそんなに意味があると僕は思っていなくて、あのまあね、できるだけその最新の脳科学とか精神医学とか常識的なところを合わせて、それをまああの診察で話すように、そのモデル化情報を取捨選択して分かりやすい形、分かりやすいというか、まあ、あの情報を削って伝えてるんですね。それって何なのって感じは、まあ、科学なのとか、それってそのすごくインスタントな情報で、その瞬間見てる人たちにとっては意味があるかもしれないけど、まあね、5年後10年後見たら見るに耐えないというかあの、ね、ちょっと非科学的なことを言ってるというつもりはないけれど、まあそんなにね、なんかあの医学とか科学に貢献するような代物ではもちろんないんだけれど、でもまあなんだろうな、ただその活動性には意味があると思ってるんですよね。だから診察室を飛び越えてコミュニケーションを図るっていう運動性とか、そこへの価値を見出していって、それをこうどういうふうに応用していくのかっていうことは、まあとても現代的だしイノベーティブだし、今やらなきゃいけないことだと思うので、僕ら世代の精神科医がやって次の世代に引き継ぐことでもあると思っているので、まあ頑張ってやってるっていう感じですね。うん、そうだな、まあそんな感じですね。まあまあまあセカンドチャンネルもまあダラダラと喋りながら、続けていこうかなと思います。はい、あと何かあったっけ、特にないか、特にないですかね。あ、今日が3月15日か、あの3月27日にあの YouTube ライブというか、あの沢木さん、あの動画の編集をやってくれた沢木さんのピアノコンサートをやります。それをメインチャンネルの方で、配信しますので、もし見てよかったら見てください、ぐらいかな。あとなんかちょこちょこですね、最近こういろんな人からメールをもらっているので、またメールを見て返していって、オンライン自助団体とかの、発展にですね、発展というか始めたいと思ってますので、あのそこに利用していこうかなと思ってます。
なんかうまく言えないですけど、はい、こんな感じです。では、今日はこれで終わります。じゃあまた。